ソフトバンク入団して、はい、まだ全然1軍も出てない時に、はい、僕テレビで見たんですけど、はい、井端さんが、はい、こいつすげえなって思うバッター誰ですかみたいな投票していくのがあって、大体1軍のトップの人の名前が出てるんですけど、はい、井端さんだけ、はい、2軍に行った時にあの柳田君ってこうかな、はい、あの子のスイング怪物だねみたいなことを言ってその後に1軍に来てあんな選手だったんですけど、はい、だから1軍で活躍してない時からやっぱりそのスイングスピードとかはそういうとんでもない人が見てもすごいものがあったんかな。なるほどね、すごい逸話だねこれ。